皆さんこんにちは。今回は質問が来てたのでちょっと答えようかと思います。今って斧と弓で始めるならどっちがいいと思いますか？もちゆきさんの動画を最近ずっと見てて昔のも見たのですが、斧のハヤブサを以前はおすすめされてたのに今はおすすめされてないっていうことは、今は斧のハヤブサが強くないということですか？また弓は HP が少ないほどアップするスキルこと弓モッドはどっちが強いですかっていう質問が来てたんですけど、まず始めるなら弓と斧どっちがいいっていう話なんですけど、まあ始めるなら最初は片手直剣のモッドスキルがやっぱり少ない必須スキルで高い威力を出すことができて、まあこのゲーム熟練度スキルっていうのを上げるとめっちゃ強くなれるんで、まあその熟練度スキルを上げるための瓶ですね、極意の針瓶っていうアイテムを集める必要があるんですけど、まあそういう瓶集めがね結構楽になるっていうか、まあそういう点では片手直剣のモッドスキルすごくやっぱ今でもね始める人はいいんですよ。ただ片手直剣のモッドスキルだと、まあ50層以下のモブモンスターは属性耐性っていうのがないんで全然いいんですけど、まあ、50層より上の階層だと少し厳しくなってくるんで、ただ片手直剣のモッドスキルでもこの74層フロアボスのグリームアイズですね、このボスは残性属性以外に属性耐性があるんですが、一応残属性が弱点なので属性耐性あってもある程度ねダメージが出せてしまいます。高いダメージが、まあ高いダメージって言ってもそうだね、あんまりダメージ通らないっていう感じがするかもしんないんですけど、全然回れなくもないし、まあ、迷宮区でみんなで倒せば全然問題ないんで、ロッソインテグラル武器までなら全然作れちゃうんですよ、直剣モッドあれば。で、まあ85層以上のヤシャインテグラル武器も、まあ弓と斧最悪なくてもタンクっていう役割ができるような装備一式が揃っていれば、まあタンクとして行くこともできるし、バッファーデバッファーとしてまあ、例えば刻印打ちに行ったり、パーティーになんか突属性強化のバフ打ったりとか、突属性のダメージが上がるような、まあ、デバフを打ったりとか、そういうことができるんで参加できなくもないと。でもパーティーで回れるんだったら、まあ、それで倒せて、まあ、瓶集めもヤシャインテグラル武器の作成もできるので。ただ問題はカオス討滅戦なんですよ。まあ、第1層の国鉄級にカオス討滅戦っていう高難易度ダンジョンがあって、でこの動画撮ってる時点だと一番難易度が高いやつ、これカオス175ってやつなんですけど、まあ今の期間このね冥国総区機っていうやつでカオスダロスですね、なんですけど、まあこれが、まあ、残性の直剣モッドがないとめちゃくちゃきついんで、今から始めるならどの武器かって言われるとやっぱ残性の直剣モッドかなって思います。カオス155までは属性耐性がないんで、まあ、闇属性なんですけど、あのカオス魔人ってやつ、ブレイズシューターカオスってやつがいるんですよ。カオス155、この一つ難易度下なんですけど、これよりまあそれ弱点が残闇属性なんですけど、まあ、闇属性じゃなくてもなんとか倒せることは倒せるんで、やっぱこのカオス討滅戦ってパーティーの力を借りられなくて、あの一番難易度が高い方のやつは、もともとこれソロカオスって呼ばれてて全部ソロでしか挑めないようになってたんですけど、まあ5周年の新規プレイヤー向け調整でカオス135っていうやつですね、あの近境地っていうところまでパーティーでできるようになって、まあこの近境地でさっさとカオス135作っちゃってっていうのができるんで、今始めるなら直剣モッドなんですけど、ただ今見たこのカオスダロスってやつはすげえめんどくさくて、できればダーミズのオノモッドがあると、まあ、カオスアスラっていうやつができるんで、で今出てるこのワリュキューレオーダーってやつですね、これで出てるこのリーファ、これあるとすごい楽だと思います。ただやっぱりこのオノモッドに装着する強いモッド素材がないと少しきついかなって、てかかなりきついかなって思うので、片手直剣以外で始めるんだったら、まあどれがいいかっていうとこのオノですかね。やっぱり弓はまあパーティーで強いんで、でパーティーはまあ
まあ、最悪他の人さめっちゃ火力出してくれたらなんとかなるじゃん。他力本願って思われるかもしんないけど、いやでもやっぱその弓で火力出すつもりでやってくれる人がいるからできることなんで、火力出すつもりで進めていくっていう意識はあった方がいいと思うんですけど、まあ、最悪の話ね、まあこれ同じセット内でリーファ3枚以上ってあるんですけど、まあリーファ揃ってたらねより強いと。だからこの斧と弓で始めるならどっちっていう質問に対しては、まあ二択なんですけど、俺は直剣モッドの、あの特に残星属性ですね、その直剣モッドがいいと思ってて、斧と弓で言うんだったらどっちかっていうと斧の、まあダーミズの斧モッドがあったらすごくいいなって思います。やっぱ高いダメージ出すんだったら弓が一番いいんですけど、まあ全然弓で始めてもいいんですけど、まあ斧と弓だと強いモッド素材が出なかった場合結構悲惨な状態になるんで、まあピーマンでずっとやっていくしかなくなるんで、まあね、まあ今無料オーダーとかいろいろ出てるから全然ね他にも強いスキル出るかもしんないんですけど、ガチャ引いてればね。あとあれですね、斧のハヤブサを以前はおすすめされてたのに今はおすすめされてないっていう話、まあ、今はハヤブサ切りが強くないっていうことですかっていうことなんですけど、まあ、ハヤブサ切りって何なのっていう人がいると思うんでちょっと説明すると、まあ、斧にこうね巨人の怪力バフっていうバフ効果があって、自身の最大 HP に応じて追加ダメージっていうのがあるんですよ。でこれが巨人の怪力4バフなんで、このトップスピーダーリーファとハジライナース小春ですね、こっちが巨人の怪力3バフなんで、これらバーストで打つと効果持続時間が長くて、まあ、30秒間なんで、これを重ねがけしていくと。で今の環境で言えばこのボヘミアンペイントアルゴってやつがスイッチで使用し命中時30秒間自身の現在 HP に応じて追加ダメージっていう効果があって、まあこれでもいいし、まあ、硬い防衛戦エギルっていうスキルも出てて、まあ、これもね似たような効果というか同じ効果なんですけど、まあ、これでハヤブサ切れすることもできます。でそういった巨人の怪力バフを打った後に、まあ、探検とかに切り替えて、で通常攻撃一撃がめちゃくちゃ高いダメージになるんで、それを、まあ、どんどん連打していくっていう、まあ、通常攻撃を連打するテクニックがあって、今の環境だとハヤブサ切り強い人は50万60万、多分もっと強い人はもっと行くんじゃないですかね、多分70万80万行く人いるのかな、やっぱ一撃で。まあハヤブサ切りって武器キャンセルとは実は違くて、まあ、武器キャンセルってこう一撃一撃だけやるんですけど、ハヤブサ切りはこの通常攻撃ワンプッシュで2発3発って出ると思うんですよ、探検ってこういう感じで。でその2発目が終わる頃に絶妙なタイミングで左下の移動スティックを押すことで、なんかこうやって連続で2発2発打っていけるんですよ。あ、ちょっとできてねえな、こういう感じ、ちょっとなんかうまくいってないな、久しぶりやるから、まあ、こういう感じかな。まあ、これをね連続でどんどんボスに当てていくんですけど、まあ、上手い人はもっと早いんですけど、でこのハヤブサ切りが今強くないっていうことですかっていう話なんですけど、今の環境だと85層以上のフロアボスがクリティカル耐性ですね、これが 300%、まあ 200% かあるんですけど、まあ正確に言うと戦闘開始時にクリティカル耐性バフっていうのがボスにつくんですけど、このクリティカル耐性バフが 100% なんですよ。でスキルブレイクっていうのをやるとそのバフが外れてクリティカル耐性が 200% になるんですけど、ハヤブサ切りはクリティカルが出ないと高いダメージ出なくて、なかなか、まあ、そういう点で結構ハヤブサ切り封じられてるなっていう感じがしますね。ただ85層以上じゃなくてもできなくはないんですよ、まあ、さっき言ったこういうグリームアイズ、まあ、こういうのはなんか通常攻撃弱化のデバフみたいなのがないんで全然できなくもなくて、このグリームアイズ出たての頃はハヤブサ切りで倒してる人も全然いたんですよ。ただやっぱりできなくもないんですけど、やっぱり今は普通にモッドスキルに強い素材ぶっ込んだ方がめちゃくちゃ強いんで、まあ、特に始めたばっかの人はやっぱりハヤブサ切りをやるためのそのステータス、その HP、 最大 HP とか防御力とかが
まあ、高くなかったりするし、まあ、インゴットとかいろんなことねやってないと、まあ、強くなかったりするし、でやっぱりハヤブサ斬りってあまりにも必須級スキルが多すぎるんですよ。まあこういうトップスピーダーリーファとか、まあさっき言ったナースコハル、こういうやつとか、まああとはさっき言ったボヘミアンペイントアルゴもそうだし、まあこういうサクシのアクスアルゴとか、まあこういう幸運のナインテールリーファでも代用できるんですけど、他にも属性不要スキルレコードっていうのがあって、こういう通常攻撃に自然属性を追加する効果を持つアビリティがあるんですけど、そういうのもね全属性集めなきゃいけない、まあ集めなきゃいけないまではいかないけど、あった方がやっぱ強いし、だってないんだったら普通にモッドスキル打てばいいじゃんって話になるし、まあいろいろあるんですよね。覚醒スキルが1枚でも多くないとあんまり強くなかったりとか、まあそういう点でちょっとおすすめしにくいっていうのがあるんですよ。ハヤブサ斬りよりはさ、まださモッドスキルだったらボスに有効なさ属性のモッドスキル当てて、でモッド素材当てて、そしたらもう使えちゃうじゃないですか。まあアビリティの編成もねやっぱパワーライズとかいろいろ組み込む必要があるんですけど、ハヤブサ斬りほどじゃないと、まあそういう点でちょっとおすすめはしないってだけで、別にハヤブサ斬りが弱いっていうわけじゃなくて、全然使える場面も今いっぱいあります。まあ中にはこういう水属性付与で片手コンのハヤブサ斬り、片手コンのハヤブサ斬りっていうのかな、叩くからあれ切るっていうのかな、わかんないけど、まあ、片手コンに水属性付与して、まあ、カオスアスラ殴って無理やり倒したみたいな人もいるんですよ。何分だっけ、8分とか10分かけて倒したみたいな。それでなんかカオス175作りましたっていう人がいて、まあなんかその人はスキル持ってないからできないっていうのがすごく嫌だみたいなこと言ってて、まあ無理やり倒して周回したみたいなこと言ってたんですけど、まあそういうことも、まあ、無理やりできなくもないと。あと下の3行ですね、また弓は HP が少ないほどアップするスキルこと弓モッドはどっちが強いですかって話なんですけど、どっちが強いですかっていうと困るんですよ。どっちもないと強くないっていうのが、まあ、答えなんですけど、まあ、強いかどうかっていうとちょっと答えにくいんですが、まあ、こういう突飛の弓モッドですね、こういうのがあると、まあ、85層フロアボスになんとかダメージ与えられるんですが、これとねモッド素材、まあ、例えばこういうやつですね、自身の HP が少ないほどっていうやつで、これも揃ってたら強いんですよ、まあ、こういうやつとか、まあこれ例えば HP が少ないほどアップするスキレコと素材が入ってる弓モッドはどっちが強いですかって言ったら、もうどっちかって言われたら素材入ってる弓モッドって答えるんですよね。でもやっぱりこういう自分の HP が少ないほど攻撃力が上昇するやつとか、バフをどんどんかけてった方がいいんですよ。まあ他にもねちょっと弓って実はまあこういう劣化4バフとか、まあこういうね攻撃力が上昇するスタックバフとか、まあこういうフライトメージサーニャとか持ってるといいスキル結構あるんですよやっぱり。まあこういう弓コネクト実は案外上級者使ってたりして、この自分のスタックバフを増加するやつですね、コネクトチェーン効果、これが強くて使ってる人結構いるんですよ。まあそういういろんなスキルの組み合わせなんでこのゲームは、まあどっちが強いかっていうとどっちも強いんですけど、どっちもないとそんな強くないと思います今の環境は。質問にはこれで答えられたと思います。まあ、最後に、まあ、この動画撮ってる時点だとこの SAO の映画ですね、暗き夕闇のスケルツをやってるんでよかったら見てみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。